スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けは、2019年のアメリカのスペースオペラ映画、JJ エイブラムスが監督、共同脚本、制作を務める。最後のジェダイに続く、スターウォーズ属三部作の三作目であり、スカイウォーカーサーガの完結作である。通常の映画館や IMAX のほか、4デラックスと MX4D で上映され、ムービックス京都では、 ドルビーシネマでも上映される。本作はドルビービジョンとドルビーアトモスに対応しており、フォーマット上ではドルビーシネマで最適な視聴環境が実現される。アイマックスの価格では制作されていない。ディズニーの会長ボブ・アイガーは、ブルームバーグのインタビューで、本作の後も映画は複数企画されているものの制作を一時休止して、テレビ企画の方にフォーカスすると語り、 ルーカスフィルムの社長キャスリーン・ケネディもエンターテインメントウィークリーの取材に対し今後数年間は新作映画の公開をストップすると明かした。今は亡き銀河帝国の皇帝だったパルパティーンの言葉に従い、ファーストオーダーの最高指導者となったカイロレンは火山の惑星ムスタッファーのかつて、 ダース・ベイダーの城があった跡地で古代の科学技術を駆使して作られたウェイファインダーと呼ばれるシスのナビゲーターを手に入れる。これは彼を製図に乗ってない銀河系の道領域の奥深くにある惑星エクセゴルへと導くものであった。やがて黒い岩が一面に広がる惑星エクセゴルにたどり着いた彼は古いシスの寺院で約30年前のエンドアの戦いで破れ苦労の体に 自身の魂を宿して生き延びていたパルパティーンと出会う。パルパティーンの肉体は不完全で生命維持装置につながれており、裏でファーストオーダーを操り、彼をダークサイドへと誘うための操り人形としてスノークを作り上げていたのである。パルパティーンは長い年月をかけて極秘に建造を進めていた惑星を破壊できるアキシャルスーパーレーザー砲を搭載したジストン級。 スター・デストロイヤーの大艦隊、ファイナルオーダーの存在を明かし、スノークを殺したカイロレンにレイを殺すように依頼し、その際には大艦隊、ファイナルオーダーの指揮権を与えるというのだった。その頃レイは、レジスタンスの指導者であるレイアオーガナ将軍の下で、ジェダイとしての修行に励んでいた。フィント・ポーダメロンは、ファーストオーダー内部のレジスタンス側スパイから受け取った。 パルパティーンが生きているという情報をレジスタンスに伝えた。例は、ルーク・スカイウォーカーが残した古代の書物により、シスのウェイファインダーがあれば、惑星、エクセゴルに行くことができると知る。レイアは、惑星パサーナの協力者が手助けをしてくれるだろうと、打ち明け、レイフィン、ポー、チューバッカ、BB-8、C-3POO の6人は、 ミレニアムファルコンで出発した。砂漠の惑星パサーナで、一行はランド・カルリジアンに出会う。ランドは、シスのウェイファインダーがありそうな場所を指摘した。カイローもフォースのつながりを通じて、レイの居場所を突き止め、電気師団と共に、そこへ出向く。レイとその一行は、殺人者オチの残した彼の宇宙船とドロイド、そしてシスの言葉で何かが書かれている、ダガーナイフを見つけた。 ナイフに書かれた文章は、ウェイファインダーのありかで、CE-3POO には理解できたが、シスの言語の翻訳はプログラムでブロックされていた。カイロがそばにいることを察した例は、彼と対決することにした。その間、ミレニアムファルコンと中ッカ、シスのダガーナイフが、ファーストオーダーの手に落ちた。例は中馬鹿を救おうとしたが、結果として中馬鹿が乗っていると思われる。 ファーストオーダーの輸送船をホースライトニングで破壊してしまった。霊たちはその輸送船もろとも中爆かがなくなったものと考えていたがとにかくオーチの宇宙船で逃げ出した。ポーは C-3POO の記憶装置に残っているシスの言葉で書かれた文章を引き出すため雪にまみれた惑星、キジイミへ行くことを提案する。暗号を解読するために C-3POO の過去の記憶はすべて消去されてしまったもののシスのウェイファインダーのある場所の座標を引き出すことができた。これは惑星エンドアの衛星系フビアにあった。その後霊は中惑火が生きていることを感じ、一行は中惑火を助ける作戦を開始した。カイロが雪が降る街の中で霊を探している間に、一行は上空のファーストオーダーのスターデストロイヤーに、 侵入していた。侵入には、ポーの古い知り合いの女性ゾーリブリースが協力してくれた。例は、スターデストロイヤーの内部で、ダガーナイフを発見し無事に取り戻したが、ダガーナイフに触れた途端、かつて両親がそのナイフで殺害されたビジョンを見てしまう。また例は、カイロから、お前は、皇帝の孫娘、名前は、レイパルパティーンだという衝撃の事実を告げられる。 過去にパルパティーンは自分の傘下にあるシスエターナルと呼ばれるカルト組織に入信している部下に命じて霊を連れ戻そうとしたが霊の両親は娘を守るため霊を惑星蛇空に隠したのだった。ポート・フィント中ッカはファーストオーダーに捕まり処刑されかけているところをハックス将軍に助けられる。ハックス将軍は自分こそがレジスタンスのスパイであると明かす。 ポーラのミレニアムファルコンでの脱出を見届けた後、ハックス将軍自身はスパイとして、プライド中世将軍に処刑される。レイラは惑星エンドアの海の月ケフビアに到着し、そこでフィンと同じく、ファーストオーダーの元ストームトルーパーで、今はレジスタンスの同調者であるジャナと出会う。レイは海に横たわるデススターの残骸にウェイファインダーがあるとし、 ジャナはその残骸へ渡る船を提供するという。カイロはレイラを追ってやはりケフビアにやってきた。カイロはレイの見つけたウェイファインダーを壊し、パルパティーンに彼が取って代わる手助けをしてほしいと頼む。その時、レイアは死の床にあった。カイロはレイと戦い始めるが、レイアはホースの力でカイロを呼んで池を引き取る。それに気を取られた隙にカイロはレイに刺された。 レイアの死を知ったレイはホースでカイロの傷を治し、自分はカイロの戦闘機体ウィスパーを使って、生前のルークと同じように惑星を食いコール等に身を潜めようとした。パルパティーンを殺し、ダークサイドに落ちることを恐れるレイに対し、ルークの霊体はレイアのライトセーバーを託して、自身のライトセーバーとレイアのライトセーバーの二つを、携えてパルパティーンと戦うよう悟す。そしてルークは、 自身が、奥イコール島へ乗って海底に隠した、X ウィング、レッド5を海底からフォースで引き上げて提供する。レイは大破した、タイウィスパーの残骸から、ウェイファインダーを発見しルークのレッド5に登場して、エクセゴルに向かった。その頃レイに敗北したカイロは父親、ハンソロの幻影に説得され、結局自らのライトセーバーを海に投げ捨て、ベンソロとしての本当の自分を取り戻す。 同じ頃、パルパティーンは惑星、キジイミを G 行動として、プライド中世将軍が指揮するジストン級に破壊させた。レジスタンスの基地では R2D2 が C-3POO の記憶を回復させており、レジスタンスは霊の残した座標をたどってエクセゴルへ向かっていた。そこでは霊がパルパティーンと対決していた。カイロレンコとベンソロが、 ダークサイドから離反したことにより今度は彼女を乗っ取ろうと企み、シスの規定に乗っ取り自らを殺すようにけしかけた。上空ではレジスタンスとプライド中世将軍が指揮するファイナルオーダーの大艦隊との激しい戦闘が繰り広げられていたが、数で勝るファイナルオーダーに対しレジスタンスは劣勢だった。絶望的な状況の中、そこに ランドが銀河中に呼びかけて集めた人民の艦隊を引き連れて戻ってきたことでレジスタンスは体制を立て直し、ジストン級スター・デストロイヤーの弱点をついて徐々にファイナルオーダーを圧倒し始める。ベンもまたレイを助けるためにやってきて、レイからライトセーバーを受け取り、電気手段の抵抗も排除した。レイとベンが類まれなるフォースの体であることを認識し、 パルパティーンは彼らの力を吸い取り活力を取り戻した。より勢いが増したフォースライトニングでレジスタンスの艦隊を攻撃し、なおも抵抗を試みたベンを地の底へ叩き落とした。霊もまた弱っていたが、過去のジェダイたちの声を聞き、彼らは霊に力を貸した。立ち上がった霊にパルパティーンはフォースの稲妻で攻撃をかけるが、霊は ルークとレイアのスカイワーカー兄弟のライトセーバーで攻撃を受け止め、ついにパルパティーンを倒すも、レイは力尽きてしまう。地の底から這い上がってきたベンは自分のフォースを使ってレイを蘇生する。レイはベンを認めると抱きしめてキスをしたが、今度はベンがそのまま絶命し、レイアと同時にフォースと一つになって肉体を消滅させる。その後、銀河の あらゆる地で、レジスタンスの艦隊は、パルパティーンの艦隊を壊滅させた。レジスタンス一行は、とある惑星に集結し、勝利を祝う。例もレッド5でその惑星に行き、傷だらけながら、フィンや、ポーたちとの再会を喜ぶ。レジスタンスと勝利を喜んだ後、例は BB-8 と共に、惑星、タトゥインにある、ルークスカイウォーカーが育った場所である。 ラーズ夫妻の住居跡を訪れる。霊は自分のライトセーバーを持ち、レイやとルークのライトセーバーは住居跡の敷地に埋めた。通りがかりの老婆に名を聞かれた彼女は、ルークとレイアの霊体が見守る中、レース・カイ・ウォーカーと名乗る。CG キャラで声優がある場合、日本語吹き替えの声優は括弧内に、表記2014年6月、ライアン・ジョンソンは、 エピソード9の構想を練っていると発表した。2015年8月には、ジュラシック・ワールドなどのコリン・トレボローが監督に就任したと発表され、トレボローとデレック・コノリーは、脚本の制作に着手した。2016年2月に、ディズニーの CEO であるロバート・エイ・アイガーは、本作のプリプロダクションが始まったことを認めた。2016年12月27日に、 キャリー・フィッシャーが亡くなり、マスメディアは彼女がエピソード9のキーパーソンを演じる予定だったと報じたが、それから数週間後にはルーカス・フィルムが映画内で彼女の登場するシーンをデジタル合成する予定はないと表明し、2017年4月にはキャスリーン・ケネディがフィッシャーの登場はないと認めた。2017年8月、ジャック・ソーンが脚本を書くことが発表された。 2017年9月、ルーカスフィルムはトレボローが監督を降板したと発表し、1週間後には JJ エイブラムスが監督に復帰すると発表した。エイブラムスは彼が CEO を務めるバッドロボットプロダクションズの映画の制作に加えて、クリス・テリオと共同で脚本を担当し、ケネディやミッチェル・レジャンも加わる。トレボローとコノリーの名は原案としてクレジットされる。 キャストは、カイロレンにアダムドライバーが、レイに、デイジー・リドリーが、フィンに、ジョン・ボイエガが、ポーダ・メロンに、オスカー・アイザックが起用されることが確定した。主要撮影は2018年7月に開始される。ディズニーはもともと、ホースの覚醒や、最後のジェダイと、同様12月に公開する予定であったが、ディズニーの購入に先立って公開された、スター・ウォーズより、 一般的な時期である2019年5月24日を選んだ。しかし、エイブラムスがトレボローから監督を引き継いだ後、公開日は冬のホリデーシーズンに戻され、2019年12月20日に公開される予定となった。2018年1月10日、本作の音楽をジョン・ウィリアムズが担当することが発表された。翌月、ウィリアムズは、 自身が音楽を制作するスター・ウォーズ作品は本作が最後になるだろうと発表した。2018年6月27日、ザさんはユアン・マクレガーがオビ帯番家のビ役で出演すると報じ、2018年7月6日にはケリー・ラッセルが出演交渉中であることが報道された。2018年7月9日、ハリウッドリポーターは ビリー・ディ・ウィリアムズがランド・カルリジアン役で出演すると報じた。2018年7月27日、新たなキャストが発表され、マーク・ハミルが続投するほか、ナオミ・アッキー、リチャード・イー・グラント、ケリー・ラッセルが新たにキャストに加わった。また、亡くなったキャリー・フィッシャーが、ホースの覚醒の未使用映像を使用して出演することも発表された。これを受けて、 マーク・ハミルは自身のツイッターで彼女なしで最終章を迎えるのはほろ苦さがありますと複雑な胸中を明かしつつ彼女は代わりがいない存在です。彼女の代役はいないこと、そして世界中のファンがこのニュースを聞いた時に溢れ出した愛情を彼女が喜ぶであろうという事実に私は慰めを見出しているところなのです。 最後のジェダイの場面写真や二人の若かりし、頃の写真と共にコメントした。2018年8月1日より、イギリスのロンドンにある、バインウッドスタジオにて撮影を開始したと、エイブラムス監督とジョン・ボイエガが、自身のツイッターで発表した。これを受けて、中爆下役のヨーナス・スオタモが、フォースと共にあらんことを、ナインと反応し、メッセージを送られた。 最後のジェダイのライアン・ジョンソン監督はハリソン・フォード演じるハンソロの画像でエイブラムス監督にエールを送った。2018年8月24日にはドミニク・モナハンの出演が報じられ、2018年8月28日にはマット・スミスの出演の噂が報じられた。2019年2月15日には撮影が終了したことをエイブラムス監督がツイッターで報告し、 2019年4月13日には、シカゴで開催されたイベント、スター・ウォーズ・セレブレーションにて、予告編が初公開されるとともに、副題が、ザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカーに決まったことが発表されたほか、ナオミ・アッキーの演じるキャラクターがジャナであることが、明かされた。また、エンパイアの記者ジェームズ・ダイアーは、シーブ・パルパティーンの機関を、エイブラムスに確認したと、ツイッターで発信した。 2019年5月22日には、ケリー・ラッセルの演じる新キャラクターの名がゾリブリスという仮面の悪党になることとリチャード・イー・グラントがファースト・オーダーの将軍プライドを演じることがバニティフェアによって報じられた。2019年6月24日には、放題がスカイウォーカーの夜明けに決定したことが発表された。2019年10月2日には、本作に登場する新キャラクター、 バブフリックのビジュアルがスターウォーズ米公式インスタグラムで公開され、10月14日には現代アーティストの村上隆が本作に亀を出演していることが明らかになった。2019年11月22日から11月24日まで幕張メッセで開催された東京コミコン2019でポスター付き前売り券が発売され、アメリカでは オンラインチケット販売のアトムチケッツで販売開始から1時間でのセールスがアベンジャーズエンドゲームの持っていた記録を破って1位になり発売開始から24時間のセールスでも第3位の最後のジェダイを超えて歴代1位のアベンジャーズエンドゲームに続く第2位を獲得した2019年2月3日北海道札幌市の第70回札幌雪祭り 大通会場の UHB ファミリーランドにて開催された第70回札幌雪祭りオープニングセレモニーにて本作の日本での公開日がアメリカと同じ2019年12月20日に決定したことが発表された。2019年5月4日には東京の六本木ヒルズアリーナにて行われたスターウォーズの日のイベントで本作の公開に向けたカウントダウンがスタートしイベントに出席した。 エムフローのタクタカハシは、ライズがどう訳されるのか妄想をかき立てられますね、とコメントした。また、スターウォーズシリーズ研究の第一人者であり、字幕監修も手掛けた川原和久は、シネマトゥデイのインタビューに対し、放題が、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの復活となることを予想した。2019年8月24日には、アナハイムで開催中の、 D23 エキスポ2019内で新映像とティザービジュアルが公開され8月27日には YouTube でも公開されたさらに9月20日にはすべて終わらせるというコピーが入った日本版のポスターが公開された2019年10月22日には最終版予告編と新たなポスタービジュアルが公開され予告編にはスターウォーズシリーズ恒例の ホースと共に、あれというセリフが存在する。2019年11月4日には、本作の公開を記念して、市川海老蔵が主演を務める、歌舞伎作品、スター・ウォーズ・歌舞伎が開催されることが、2019年11月20日には、海老蔵の息子である堀越還元の出演が発表され、二千十九年十一月十八日に、スター・ウォーズ・歌舞伎りの本の台で、 上演された2019年11月12日には奈良県奈良市の世界遺産東大時代仏殿で本作の公開記念と成功祈願を兼ねたスターウォーズ音楽放送が開催された2019年11月29日にはキャラクターポスター13種類と最新映像が公開された2019年12月17日には日本語 吹き替え版の声優11人が発表され、ランド・カルリジアン役を、ジェダイの帰還のソフト版以来、約20年ぶりに、若本のりおが担当するほか、本作から新たに登場する、ゾウリ役を、カイタユコ、プライド元帥役を、金子義幸が演じ、シスの暗黒鏡パルパティーン役を、青森真が担当することが、明らかになった。 公開日の当日である2019年12月20日にはシリーズ42年の歴史を振り返る特別映像が公開された。2020年1月16日には東方シネマズ六本木ヒルズで応援上映が行われカイロレンの吹き替えを務める津田健次郎に加えシリーズファンの及川光弘と武田正春が登壇した。2020年1月27日に NHK 総合で放送されたドキュメンタリー番組逆転人生では本作の CG 制作に関わった日本人アーティスト成田正隆が出演し本作を含めたスター・ウォーズシリーズの映像が放映された2020年2月12日には同年3月4日に京都市中京区の映画館ムービックス京都にてドルビーシネマで上映されることが発表された 2020年2月14日には、日本での本作の上映が、同年3月5日をもって、全スクリーンで終了することが発表されるとともに、先人のジェダイの吹き替え声優が発表された。日本での上映が終了した2020年3月6日には、本編に加えて2時間45分を超える、ボーナスコンテンツを収録したムービーネックスが、同年4月29日に発売されることが、 発表された。2020年4月8日には本編冒頭から8分を超えるプレビュー映像が解禁された。アメリカ本国アメリカでは2019年12月20日から12月22日までの3日間で興行収入1億7738万3864ドルを上げ全米ボックスオフィスランキングで初登場1位に輝いた。 公開3週目の全米ボックスオフィスランキングでは3、452万4、815ドルで首位を守って V3 を果たし、公開から17日間の累計は北米だけで4億5、158万2、256ドルに到達、北米以外でも約4億6700万ドルの高収を上げ、全世界高収を9億1、874万3、60ドルとした。 公開4週目の全米ボックスオフィスランキングでは、約1520万ドルで、1917命をかけた年齢2位を明け渡しにへランクダウンしたものの、公開からの累計は4億7、829万7、724ドル、世界公衆は9億8、996万8、274ドルとなった。公開5週目の全米ボックスオフィスランキングでは、 工業収入は不明だが5位へランクダウンし、公開6週目の全米ボックスオフィスランキングでも、工業収入は不明だが7位へランクダウンしている。公開7週目の全米ボックスオフィスランキングでは、公業収入は不明だが7位をキープし、公開8週目の全米ボックスオフィスランキングでは、公業収入は不明だが9位へランクダウンしている。日本日本では、 公開初週の土日2日間にあたる2019年12月21日と翌22日で観客動員数67万1000人、興行収入10億3700万円を上げ、工業通信社による全国映画動員ランキングで初登場1位を獲得し、公開初日から3日間の累計では観客動員数101万8851人、 工業収入15億7046万円を上げた。また、22日までの4デラックス版の累計工業収入は、2019年の4デラックスオープニング実績の最高記録で、日本歴代では4番目の高成績となる1億1200万円を突破した。 公開2週前の土日2日間にあたる2019年12月28日と翌29日で観客動員数42万8000人、工業収入6億6700万円を上げ、工業通信社による全国映画動員ランキングで2週連続1位を獲得し、公開初日からの累計では観客動員数211万人、工業収入32億円を突破した。 公開3週目の土日2日間にあたる2020年1月4日と翌5日で観客動員数31万9000人、工業収入4億8900万円を上げたものの、工業通信社による全国映画動員ランキングでは、アナと雪の女王に日曜明け渡し2位となったほか、公開初日からの累計では、観客動員数347万9408人、 公業収入五十二億四千二百二十七万円を記録した。公開四週目の土日二日間にあたる二千二十年一月十一日と翌十二日で観客動員する十二万千人、公業収入三億三千百万円を上げたものの、公業通信社による全国映画動員ランキングでは順位をさらに一つ落として三位となったほか、一月十三日までの累計で、 観客動員数407万1449人、工業収入61億671万円を記録し、1月15日までの累計では、観客動員数410万人、工業収入62億円を突破した。公開5週前の土日2日間に当たる2020年1月18日と、翌19日で、観客動員数11万6000人。 工業収入1億8000万円を上げ、工業通信社による全国映画動員ランキングでは3位をキープしたほか、公開初日からの累計で観客動員数431万人、工業収入64億円を突破した。公開6週目の土日2日間に当たる2020年1月25日と翌26日での観客動員数や工業収入は不明だが、 工業通信社による全国映画動員ランキングでは5位にランクダウンした。ほか、1月27日までの累計で観客動員数452万3176人、工業収入67億7966万円を記録した。公開7週目の土日2日間に当たる2020年2月1日と、翌2日での観客動員数や工業収入は不明だが、 工業通信社による全国映画動員ランキングでは7位にランクダウンした他公開初日からの累計で観客動員数463万人、工業収入69億円を突破した公開8週目の土日2日間にあたる2020年2月8日と翌9日での観客動員数や工業収入は不明だが工業通信社による 全国映画動員ランキングでは9位にランクダウンした他公開初日からの累計で工業収入70億6000万円を記録し2月13日までの累計で観客動員数475万人工業収入71億円を突破した最終的な累計観客動員数は484万人累計工業収入は73.2億円を記録したまた 本作の DVD と BD は DVD が初週1.3万枚、BD が初週9.9万枚を売り上げ、5月5日発表のオリコン週間 DVD ランキングとオリコン週間ブルーレイディスクランキングで共に初登場1位を獲得し、BD については翌週も週間1.4万枚を売り上げ、5月14日発表のオリコン週間ブルーレイディスクランキングで2週連続1位を 獲得した中国中国では上映初日に1百6 0万円しか稼げずトップ3の映画に大きく引き離されての第4位となり2020年1月26日時点で1億4300万円の興行収入を上げている映画評論サイトロッテントマトズによれば2019年12月27日時点において観客支持は86%を得ているが 批評家、約150人が下した肯定的な評価の割合は56から58%で、シリーズでは、スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナスに次いで2番目に、評価の低い映画となった。批評家の間では、賛否が分かれる作品となったが、絶賛派、批判派ともに、本作の特徴として、ジョージ・ルーカスのオリジナル作の要素を引き継いでいて、旧三部作から登場している。 人気キャラクターが活躍していることを挙げるが、これを良いリスペクトと見るか、ノスタルジーに寄りすぎていると見るかで、評価が真逆になったようである。ザ・ハリウッドリポーターのトッド・マッカーシーは、ルーカスの宇宙神話の核にある物語を、次の世代に受け渡す作品と称える。BBC のニコラス・バーバーは、ルーカスのイマジネーションをもう一度新たにリスペクト、させてくれると称賛する一方、 この映画は才能ある人々によって愛情を込めて作られているが彼らにできたのはルーカスが数十年前に描いたものを称賛することだけだったと論じた。賛辞と批判を比較すると批判意見の方がインパクトのある言葉を使う傾向が見受けられ、ew.com のダレン・フラニックはノスタルジックフェスティバルと本作を表現しつつ映画のフォースゴースト版最終作でも 続編でもリブート作でもリミックスでもなく、ゾンビだと強い表現で告評し、AP 通信のジャック・コイルは、これまでの作品の焼き直しに過ぎず、ファンにおもねった映画だと断じた。結果として、告評の方が印象に残る形となっていると指摘される。本作は、第92回アカデミー賞で、音響編集賞、視覚効果賞、作曲賞の3部門にノミネートされた。 第44回日本アカデミー賞では優秀外国作品賞を受賞した制作時出演者のジョンボ映画が脚本をベッドの下に放置していたのを清掃員が見つけインターネットのオークションサイトイベに65ポンドで出品されたが脚本が売却される前にオークションが取り下げられるという騒動が起きたことがアメリカ ABC のテレビ番組グッドモーニングアメリカに出演した 監督の JJA ブラムスと脚本を流出させたボイエが本人によって明かされた。本編には光過敏性発作や転換の症状を引き起こす場面や光点滅が含まれていると転換財団から指摘を受けており、ディズニーは映画館に対しこのリスクについて観客に注意喚起するよう促した。ありがとうございます。